はい、以上です。今回なんですけれども、ヒョウモントカゲモドキ、いわゆるレオパード月光の回とするんですけれども、今年続々と今ハッチしてきております。7月22日の京都レプタイズフェスの方で昨年掛け合わせて生まれてきた子たちっていうのは半数以上販売させていただいたんですけれども、その数よりもまたハッチしてきてるっていう状況が今続いております。でその中で今回紹介するっていうのが、昨年の動画でわけわからん子が出てきたって言って白い子出したと思うんですけれども、その子の正体がやっと判明しました。うん、飼育していて多分アロモルフだなと思ってたんで、まあ一か八かではあったんですけれども、その可能性を信じて今回掛け合わせしたところ、もう間違いないなっていう答え合わせができましたので、それを今回ご報告させていただこうかなと思います。まあちょっとね、いろんな可能性もまた出てきたんで、そこもお話ししながらね紹介していこうかと思います。ではどうぞ。はい、ということで今回ねハッチしてきた子っていうのがこの子になります。ギャラクシーとマックスのレーダーかけました。はい、昨年ねギャラクシー同士かけ合わせたら白い子が生まれてきて、これなんだろうっていう動画をね過去出してるんですけれども、まあ育っていく間でね目の色とか見てると、あ、これ絶対ベルだろっていうことで、急遽マックスのレーダーのメスを昨年導入して育てて、今年掛け合わせて答え合わせをしましたよっていうところになってます。見てしまったら案の定白い子が出てきたんで、もうこれベルアルビの確定ですね。はい、つまりうちのギャラクシーっていうのはペア揃ってヘテロベルアルビノを持っていたっていうところになるんですけれども、本当にね最初はこうやって透き通った白色で、なんだこれはって思ったんですよね。ただ飼育してるうちにどんどんね色が上がってきて、昨年ブリードしてできた白い子っていうのは成長してくれてて、まあ、ちょっとね食べのムラがあったりしたんですけれども、今現状としてははいこんな感じになっております。見た目的にスーパースノーレーダーで間違いないなっていうところで、今回ね先ほども言ったようにマックスのレーダーのメスと掛け合わせたら先ほどのちっちゃい子が生まれてきたよっていうところで、こう見ると全然違うでしょ。うん、色が上がってくるんですよね。時代背景的にホワイトナイトが流行ってた時なので、スノーホワイトナイトとかスーパースノーホワイトナイトを狙ってるねブリーダーさん海外たくさんおられてたんで、もしかしたらそれ狙いの子だった可能性があるかなっていうところです。まあ、そうなるとヘテロベルアルビノ以外にもヘテロがあるかもねっていう可能性の示唆には今回なっちゃってたんですけれども、それは致し方ないかなと思ってます。現状右の子はスーパースノーレーダー、もうこれ確定かなと思う。このチビちゃんはちょっと分かんない、まあでも多分スーパースノーレーダーで合ってると思うんだけどね。なのでまたツイッターとかで成長過程とかねいろいろ見せていこうかなと思います。うん、色上がってくる瞬間があるんでね、模様が出てきたり、なんか内臓とかすんげースケスケでウェイってなりましたけど、まあそれでも今レッドローチのちっちゃいのとか食べてるんで、根付けは完了してるんで、ここからしっかりと大きくしていこうかなと思ってます。無事に生まれてきてくれたことに感謝しつつ、しっかりと大きくして販売できるところ、イベントと参加した時には販売の方ねしていこうかと思います。しっかりとモルフね見極めてからこの子は販売かなと。他にもねいろいろ今年ハッチしてきてます。うん、去年よりもスーパーマックスノーの数は増えます。はい、ハッチももう始まってますっていうところで、今後のブリード状況を楽しみに待ってもらえたらいいかなとは思います。レオパに関しては昨年ねブリードした子もいますし、休ませてる子もいますけど、スーパーマックスノーに関しては昨年よりも多めにね取れるように組み合わせしておりますので、またツイッターとかインスタグラムで上がった時っていうのは気になる子がいたら遠慮なく DM ください。もちろん中継販売とかね店舗さんがあれば対応しますし、もちろんお店の方も業販全然お受けしますので、うちとしては全然それはねありがたいことなので、全然お問い合わせしてもらったらいいかなと思います。とりあえずこの子に関してはしばらくは育てます。はい、3ヶ月は最低育てます。この子はね色がどう上がってくるのかだけ見ておこうかなと思うんで、そこからスーパースノーレーダーなのか何なのかっていう判別をしていこうかなと思います。はい、ということで今回検証結果としてはヘテロベラアルビノが確定しましたよというところでございます。ただ時代背景を考えると、もしかしたらもう1個ヘテロ入ってる可能性があるよねと。スーパースノーホワイトナイト狙うにはもう一個大事な遺伝子が必要ですよね、モルフがね。それが入ってる可能性ももしかしたらあるかもしれない。でもそこの検証っていうのはすごく難しくて、その片割れのモルフを引っ張ってくるか、今の組み合わせで出していくかってところなんですけど、まあちょっと時間かかるかなと思いますし、検証結果が出せるかどうかは正直わかりません。はい、ということで今回ねご報告させてもらった通り、ベラルビノは確定事故ということで、うちからはスーパースノーレーダーが組み合わせ次第では出るよねっていう感じになっちゃったかなと思います。はい、現状今ねいろんな子たちがハッチしてきてます。はい、去年よりも今年はブリードの数が増えるっていうのと、ちょっとモルフもね偏りが出るからと思いますけど、自分の好きなモルフしかブリードってしないですけれども、
またね、今後の情報とか、ハッチ情報とか、Twitter とかインスタでも出しますし、もちろん YouTube でも出していくんですけれども、ここで出さない子も出たりするかもしれないんで、要チェックしててください。ちょっと最近ね、ライブ配信等もしてるんですけれども、まあ、すごい深夜帯ですけどね、深夜帯にしていて、アーカイブは基本的に残してません。なんで基本的にって言ったかっていうと、メンバーシップの方今作っております。そちらができたら、メンバーシップ入ってもらった方だけ、ライブのアーカイブを見れるようにっていう風にやろうかなと。なんでメンバーシップだけなのってなるんですけど、まあどうしてもね、話してる内容的に気分けのライン攻めるときもあるんで、ちょっとね、それを全公開するんじゃなくて、ちょっとそこはメンバーさんだけ見れるよっていう風にしようかなと思います。Twitter とかでメンバーシップできましたよとご報告するんで、登録してもらったらなと思います。ということで今回はこれで終わっていこうかと思います。ぜひ Twitter、Instagram のフォロー、そしてこちらのチャンネル登録とよろしくお願いいたします。ではまた。